皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は一緒に遊ぼうコウペンちゃん、遊んでいきたいと思います。私後藤なんですけども、本日、12月の27日が誕生日なんですよね。なのでこの一緒に遊ぼうコウペンちゃんっていうソフトにはね、その人のお誕生日をお祝いしてくれるっていうね、とっても可愛いイベントが用意されているので、早速みんなたちにお祝いしてもらおうかなと思います。じゃあカフェで遊ぶで続きから、きっと今頃みんなたちがね、僕が訪れるのを、待っているところなんだろうな。そんなコウペンちゃんたちをね、考えるのも楽しい。さあトコトコ、こんにちは、今日も遊びに来たよコウペンちゃん。さあどんなイベントが、お、アデリーさんが、おお、イベントが始まりましたね。あ、ねえねえ、ちょっとついてきて、コウペンちゃんに案内されちゃいます。すごい、コウペンちゃんのエスコートで誕生日の会場へやってきた。見て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 、だって到着、こっち向いて、おーおー、すごい、よく来たな。飾り付けが可愛いね。みんなたちで部屋の装飾までしてくれたんだね、僕のために。すごいな、このカラフルな、なんていう、吊るすやつとかね、おめでとうっていうメッセージとか、すごい可愛いね。大人さんずっと手振ってくれてるな、よく来たな。嬉しいんだ、今日は特別な日だからね、お祝いさせてもらおうかな。とっても大事な君のお誕生日、わあおめでとう、わあ嬉しい、ありがとうございます。やったね、コウペンちゃんたちにお祝いしてもらえたよ。なんかこういうのって嬉しいよね。やっぱりなんか誕生日っていうのはね、みんなそれぞれ生まれた日が違うから、その人だけの記念日だからね。だからこのイベントっていうのはもう完全に僕だけの、今僕のために行われているイベントだから、すごくなんか特別感を感じますよね。うん、いろんな、ね、バレンタインがあったりとか、ハロウィンがあったり、クリスマスがあったりとか、だけどそういうのってみんな共通だけど、誕生日っていうのはその人だけのものだからね。本当に特別なイベントだよねこういうのって。いやー、みんなたちありがとう。大人さん拍手届いてない。お腹で拍手してるのがすごい可愛いね。アデリーさんは届くんだね、しっかりとね。白熊さんもすごいな、エナガちゃんも器用に翼でね、お祝いしてくれてる、おめでとう。デザートあるからな。お、やったね、ケーキ焼いといてくれたんだ。ケーキ焼いといたぜ、みんなで後で食おうな、食べたい。フルーツもりもりのやつがいいな。アデリーさんと一緒にごちそうもたくさん作りました。やったね、僕の好みを多分きっと大人さんは分かってくれてると思うからね。美味しいステーキと、あと唐揚げと、あとね、最近お刺身めっちゃくちゃハマってるんだよね。いや、この年になるまでね、この年というか今年だね、今年お刺身めちゃくちゃ大好きになりました。それまではね、お刺身ってあんまり好きじゃなくて、まあ、かといってその食べられないわけではないんだけど、普通にお刺身は食べれるんだけど、あまり美味しさを感じなかったので、うん、だからね、結構いろんな人から人生半分損してるよって、お刺身の美味しさがわからないなんて人生損してるよって言われ続けた人生ですけども、うん、まあでも僕は肉を食べればいいからって言い張ってきたね、人生だったんだけど、やっと今年になってようやくお刺身の美味しさに気づけました。いやー、美味しいよねお刺身。いやー、なのでこれからはお刺身も一緒にね、ご馳走として出していただきたいね。大人さんお願いね、お刺身いっぱい用意して。あーで、あー、かわいい、生まれてきてくれて本当にありがとう。そうだよね、生まれたからこそコウペンちゃんっていう存在に出会うこともできたし、こういうね、こういう動画を見てくれてる皆さんっていうね、かけがえのない、お友達にも出会うことができた。本当に生まれてきてくれてありがとう。こちらこそだよね、生きてて偉いっていう言葉にも直結しますしね。いやー、嬉しい。
ありがとう。君がいるおかげで毎日幸せだよ。本当にありがとう。白熊さんもそう感じてくれてるんだね。嬉しいな。僕もだよ。本当にコウペンちゃんたちの存在があるからこそ毎日がね、何気ない毎日が本当に綺麗な色にこう彩られるというかね、輝きが増す。えながちゃんは貴様に会うのがその、毎日の楽しみで、そのちょっと素直じゃないね。ありが、別に何でもないぞ。感謝などしておらんわ。だってかわいいな。いつもありがとう。こちらこそ、えながちゃんありがとうね。あーすごい、これからもよろしくね。こちらこそ本当にありがとう。みんなたち素敵な、お誕生日になったな。これはすいません、ちょっと今カット入りましたが、ちょっとね咳が止まらなくて、なんだか今風がすごくこじらせてしまって、鼻水とか喉の痛みがねひどいんだよね。熱は出てないからコロナとかではないと思うんだけど、風邪がねめちゃくちゃひどい。倦怠感とかもなくて、とにかく鼻水とあと喉の痛みだけなんですけどもね。なのでちょっとあいにくのコンディションにはなってしまっていますが、なのでお聞き苦しい、動画になってしまっているかなとは思うんですけども、いやでも本当にみんなたちありがとう。いや嬉しいね、こういうお誕生日は。まあでもね、もう誕生日をなんか素直になんか喜べるような年齢でもなくなってきちゃってるのがね悲しいところだよね。ね、ちっちゃいうち、ちっちゃいうちというか、まあ10代いや23歳24歳ぐらいかな、20代前半ぐらいまではなんか誕生日を素直に嬉しいって感じれてたけど、もう25歳ぐらいからはね、もう誕生日がなんか悲しいとまでは言わないけど、あまた年を重ねてしまったみたいな気持ちで捉えるようになってしまっていたんだけど、でもやっぱりね、いくつになっても誕生日は嬉しいって感じれるように、そういうモチベーションでいないとダメですよね。そういった部分はね、僕も考え方を改めなきゃいけないところだなって感じてはいるんですけどね。でもやっぱり、悲しい気持ちっていうよりはやっぱり嬉しい気持ちの方が大きいからね。お誕生日っていうのはいろんな方からお祝いとかしてもらえて、コウペンちゃんにもお祝いをしてもらえて、僕だけの特別な記念日ですからね。その人のね誕生日の方の特別な記念日だから、嬉しい気持ちの方が勝ってるか。そうだね。いや今年も素敵なお誕生日になりましたね。ちょっとね声がいまいちこう晴れないというか、ガラガラしてるから、いまいちこの楽しさのテンションみたいなのが出せなくて、すごく自分の中では悲しいポイントなんだけど、そこがね、めちゃくちゃテンション的には心の中では大盛り上がりしてるんだけど、声がねついていかないというか、あんまりねはしゃぐとゲホゲホしちゃうので、はい、ちょっと落ち着き気味のお誕生日になりましたけども、みんなたち本当にありがとう。あーかわいい、手振ってる。ずっと見ていたくなるねこの景色。あー終わっちゃった。おーおーおーおお、あこれがいつものイベントだね。よういらっしゃい。何事もなかったかのようにいらっしゃい。歓迎するぜ。今日のサービスの品は何だろう。あ干し柿かな、これは美味しいよね。おすごい、僕のお誕生日を察してかアデリーさんがギターを弾いてくれてる。いいね。今日はまあイベントは進めず、お誕生日会っていうことにしようかな。ね、アデリーさんのギターを聴きながら、今どんぐらいだろう。ちょっとね咳がひどくて何回かカットした時があるからね、時間がどれぐらいになってるのかがわからないな。ね、いや今年も本当いろいろありましたね。もう僕のお誕生日は12月の27っていうことで、もう本当に年末だからね、もう今年の振り返りみたいな感じになっちゃうんだよな。本当に僕からするとね、12月っていうのはイベント盛りだくさんな月なんだよね。クリスマスが終わったと思ったらお誕生日、そしてお誕生日が終わったと思ったら年末年始が控えているわけで、僕からするとねとっても忙しい12月になるわけですね。あーでも忙しい中でもコウペンちゃんに癒されながらとっても充実した日々を今送っていますね。
まあ僕としては今の願いとしてはね、何か欲しいとかじゃなくて、もう健康な、体が今欲しいね、本当に。風邪をなんとかね、今年中に治すことが今目標ですね。なかなか長引くんだよな。もう、かれこれ多分5日間ぐらいかな、喉が痛い日が続いていますが。あ、でもね、不思議と熱が出ないからね。熱は至って平熱なんですよね。だから、まあ、病院とかは行かずね、なんとか薬だけで治そうと頑張ってるんですけども、なかなか治らないね。まあ本当に最近寒い日が続いているから、この時期の風邪は長引くものなのかな。普段ね、あんまり風邪は引かないんだけどね。1ヶ月前ぐらいかなにもね、一回気管支炎みたいな感じで、喉がめちゃくちゃ痛い時がありましたけど、でもそれは割とすぐ治ったんだけどね。今回のものは多分気管支炎とかじゃなくて、シンプルな風邪だとは思うから、風邪は長引くのかな、きっとね。みかん食べたりとか、なるべくバランスのいい食生活、そして早寝早起きを心がけてはいるんだけど、それでも、長引いてしまっている現状ですね。なんとか、まあ、まだあと、4日、5日あるので、年内には風邪を治すことを目標としていきたいと思います。いや、お誕生日、まあ、厳密に言うと、これはね、今まだ26日なので、明日がお誕生日なんだけどね。今年は何食べようかな。ケーキと、あと、まあ、ステーキはね、頼みたいな。いつもね、誕生日の日だけは贅沢しようとね、心に決めてて、僕はね、ステーキがとにかく大好物なんですけど、普段はね、ちょっと、まあ、安めのステーキとかでも我慢できるんだけど、誕生日の時だけは絶対英語のね、ステーキを食べたいっていうふうにいつも思ってて、今年もだから英語でいつもね、食べるお店があるんだけど、そこで英語のね、美味しいステーキを食べようかなと今思っています。楽しみだな、それが。何よりの、もう本当に英語のお肉ってね、一度食べるともう病みつきになっちゃってダメなんだよね。もう柔らかくてね、脂っぽいんだけど後味すっきりしてるというかね。それがもう僕の唯一の好物かな。やっぱり僕は基本好き嫌いってあんまりないんだけど、かといってこれがめちゃくちゃ大好きっていうものもステーキぐらいしかないんだよね。基本何でも美味しく食べれるタイプではあるんですけど、特別の大好物っていうともうステーキぐらいしか思いつかないな。ダントツで1位がステーキで、2位になるといろんな唐揚げだったりとか、もう今で言うとお刺身ももう2位に入るね。あともうメロンとかね、桃とかイチゴとか抹茶とか、もう全部2位だね。全部美味しい。だから明日はね、僕のお誕生日はステーキを食べたいなと思います。すごいね、どうでもいいお話ばっかりしてるね。お誕生日ということで、たまにはもうこういうどうでもいい雑談の動画っていうのもありなのかな。ね、アデリーさんのギターを聴きながら、干し柿を食べながら 四つ葉探しすら今回してないね。まあでも、またどうしようかな。年末が近いから、今年の振り返り、ラジオ動画みたいなのも作れたら作りたいなって思ってはいるんですけどね。まあなかなかね、本当に忙しくて、作る時間が、なくて、作れるかはわからないですけども。あとは本当に体調がね、今悪くてね、まずそれを直すことが第一だよね、本当に。こんなゲホゲホした状態で、年を越したくないからね。はあって ため息ついちゃった。素敵な音色だなあ。なんかこんなぐだーっとした気持ちでゲーム実況を撮ってるってすごい不思議。いつもね、なんかゲーム実況を撮ってるからには何かしら話さなきゃってことで、基本もう何か喋り続けてる印象なんだけど、僕からするとね、必死に喋ってる感があるんだけど、今回の動画はまったりとしてるな。もう今実況撮ってるのを忘れてましたね、今。こんな感じのスローペースで話す動画もありなのかな。なんかやっぱりね、動画見てもらうからには何かしら喋んないとっていう風に、そんな衝動に僕は駆られるんだけど、今回はすごいまったり。ね、まあでも
コウペンちゃんのゲームにはこれぐらいのペース、スローペースが合ってるのかな。ああ、まったり癒されるな、アデリンさん。はい、ということで今回はね、話すテンポもそして声のテンションも、全てがスローペースだったわけですけど、こんな感じで僕のお誕生日の記念の、お祝いのイベントを見せてもらった、見せてもらったコウペンちゃんの動画は終わりにさせていただこうかな。ん？大丈夫？今動画これ、ま、撮れてた？大丈夫かな？今ねふとパソコンのその録画の編集ソフトの方を見たらなんか動きがフリーズしてたっぽいんだよね。大丈夫かな？今結構いろいろ喋ってたけど撮れてたかな？不安でしょうがないな。うん、まあこんな感じかな。あまりね長すぎる動画もあれかなと思うので、この辺でじゃあ僕のお誕生日を記念するコウペンちゃんのイベントの、関連の動画は終わりにさせていただきます。本当に今日はねまったりとお話ししただけなんですけども、このように最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。今年1年も、まあもう年末ですけどね、本当に、来年も、楽しくコウペンちゃん付けの1年、そして皆さんともねたくさんお話ししていけたらなと思います。じゃあこんな感じで動画終わりにさせていただきます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。今年も残すところ数日ですけども、皆さん楽しんで、コウペンちゃんとの思い出たくさん作っていきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。